スアレス公爵、アドルフォ・スアレスは、スペインアビラ県出身の弁護士、政治家。セモビア県知事、1968から1969、ティブ社長、国民運動副事務総長、国民運動事務総長、首相を歴任した。スペインの民主化期の首相として知られる。共和国支持者の父とカトリック系の母から生まれる。学業成績はかんばしくなく、 スポーツ好きの少年であった。サラマンカ大学法学部に在籍後、1955年にオプスデーに所属していた国民運動のフェルナンド・エレロテ・ヘドールがアビラ県の県知事に就任した際、彼の施設秘書となる。その関係でスワレスも国民運動に入党する。1958年にはフェルナンド・エレロテ・ヘドールの公設秘書となった。国民運動の要職を歴任し、 1965年には、ティブの番組制作局長。1967年には、トブ1の社長に就任する。1969年には、国家組織法によって新たに設けられた、家族代表議員に、アビラ県から出馬し、当選を果たす。定数2のアビラ県選挙区において、スアレスの当初の順位は3位であったが、異議申し立ての結果、票の集計間違いが判明し、 2位に繰り上がり当選となった。セゴビア県知事1968年にセゴビア県知事に就任した。スアレスがセゴビア県知事時代にフワンカルロス王子がセゴビアを訪れ、スアレスのもてなしに気をよくしたため、スアレスとフワンカルロスの関係が深まる。ティブ社長1969年にティブの社長に就任する。ティブの監督官庁である 情報観光省の大臣であったアルフレド・サンチェス・ベジャと折り合いが悪く、当時国民運動事務総長であったトルクアト・フェルナンデス・ミランダにたびたび相談を持ちかけていた。トルクアト・フェルナンデス・ミランダはフアン・カルロスの家庭教師を務めた人物でフアン・カルロスの中心と言える存在であった。スアレスはティブの社長としてフランシスコ・フランコの後継者に指名された フアンカルロスの宣伝放送を多く流し、フアンカルロスは、スアレスのこのような行動を好意的に捉えていた。スアレスは1971年に、再び家族代表議員選挙に、アビラ県から出馬し、再選を果たす。前回の選挙では15人いた、立候補者が、今回の選挙では、スアレスを含めて2人しか立候補せず、無風選挙であった。 国民運動副事務総長から国民運動事務総長へ、スワレスは1973年にティブの社長を辞任するとビジネスの世界に飛び込んだ。やがて1975年3月にエレロテヘドールが国民運動事務総長に就任すると、スワレスはエレロテヘドールによって国民運動副事務総長に任命された。しかし、エレロテヘドールが 同年6月に交通事故により、非合の死を遂げると、公認の国民運動事務総長に、ホセソリス・ルイスが就任したため、スアレスは国民運動副事務総長を辞任した。また、スアレスはこの年、エレロテ・ヘドールの命により結成された、雇用政党、スペイン国民連合の党首に就任している。1975年11月に、フランコが死去すると、スアレスは、 カルロス・アリアス・ナバーロ内閣の国民運動事務総長として初入閣を果たした。この人事は国王ファン・カルロス一世の意向であったと言われている。1976年3月、内務大臣であったマヌエル・フラガイ・イリバルネガ西ドイツへ遊説に向かうと、スアレスは内務大臣代行となった。その時、ビトリアガステースにおいて警官隊によるデモ隊への発砲事件が発生した。 ビトリア事件と呼ばれる、この事件では多数の死傷者が発生し、通常のフランコ体制の対応では軍隊を現地に派遣してデモ隊を鎮圧し、戒厳令を敷くのが通例であったが、スアレスはこれらの処置をせず、警官隊の非を認める声明を発表した。この選択が功を奏し、短時間で問題解決に至った。 スワレスのこの判断は政治家としての評価を高めることになったのである。1976年5月にはアジェテの40人と呼ばれる国民評議会の常任評議員に選出され、翌6月には国会において政治結社法案の支持演説を国民運動事務総長の投げ置いて行った。スワレスはスペインは昔から多元的な社会であったとし、 政党と呼ぶかどうかはともかく、知識人の間だけでなく、労働者の間でも組織化された勢力が存在する。政治結社法を成立させることは、町では普通に存在していることを政治社会においても、普通にするだけのことであると演説したのである。このスワレスによる演説は高く評価され、その結果、政治改革法は、賛成337票、反対92票。 危険25票で可決、成立した。また、この演説について報告を受けた国王は、他の者同様にスアレスを高く評価し、この演説が次期首相となる決め手になったと言われている。首相1 9 7 6年7月にアリアスナバーロ首相が更迭されると、次期首相にはスアレスが指名された。マスメディアの首相予想の中にスアレスの名はなく、この選出は、 国民の間では予想外の選出であった。スワレスの選出には王国顧問会議議長のフェルナンデス・ミランダが深く関わっていた。当時の首相の選出方法は王国顧問会議において首相候補3名を決定し、その候補者の中から国王が首相を選ぶというものであった。フェルナンデス・ミランダは王国顧問会議での議論において 国王の異中の人物であるスアレスが3名の首相候補者の中に残るよう調整したために、スアレス首相誕生が可能となったのである。その後、1981年2月23日には、陸軍と憲兵隊の一部による軍事クーデター 23F が発生したものの、カルロス一世国王がこれを支持せず失敗に終わるなど、スアレス政権下でスペインに、 議会制民主主義が定着した。死去2014年3月17日に呼吸器系の感染症で入院し、2014年3月23日にマドリードの病院で死去した。81歳没。スワレスの功績を称え、スペイン政府はマドリードのバラハス空港の名称をアドルフォ・スワレス空港に変更した。ありがとうございます。